長寿豊は、新末の政治家。字はは、法天府鉄霊県出身の官軍政愛基人。新末に、四川省、チベット等で、地方政府長官級の、各職を務めた人物である。兄は、新末民発の政治家である長子達み。1875年、里見を受けたが、旧来せず、登録に任じられた。その後、 三省省で管理としての経歴を開始したが、1888年、当時三省省に赴任していた鈴寮に見出され、以後、鈴寮の引き立てにより、各職を歴任する。特に、1901年からは、稼働総督となった鈴寮の下で、長寿豊が河川工事の責任者を務め、実績を積んでいる。1903年、四川総督となった鈴に随従して、 長寿豊も、視線入りし、回答や、土師の反乱鎮圧に従事した。1906年、新朝から、ただし弁側天変、勤務大臣に任命される。そして1907年、鈴良の公認として、森立市選総督に任じられた。1908年5月、中倉大臣県領、辺務大臣に任じられ、さらに正式に、四川総督に就任した。 1909年には軍を率いてチベット入りしたが、この年に中倉大臣等を辞任し、河天変勤務大臣に専任となる。1911年4月、長寿豊は四川総督に復帰し、四川省で発生した鉄道保護運動の鎮圧に奔走した。しかし、武将記念が勃発すると、四川省でも鉄道保護運動が革命派の放棄と結びついていく。 鎮圧どころか、事故の身が危うくなった長寿豊は、四川市議局議長、川野殿春に政権を委ねて下野する。しかし、鉄道保護運動鎮圧で、革命派などから恨みを買い、さらに反動的放棄を疑われていた長寿豊は、同年12月、川野殿春を後継した四川と得意正ッにより、逮捕され、生徒で公開処刑された。去年67、 ありがとうございます。